はい、えー、どうも皆さんこんばんは。今日は4月29日土曜日の夕方6時4分に収録しています。今日はですね、久しぶりに SOXL の話をですね、ちょっとチャートを見る余裕があったんで、しばらく見た上でですね、まあ、私が思う5月の展開についてお話ししたいと思います。タイトルにもね、つけようかと思ってるんですが、SOXL はですねこの先、この3月の31日につけた高値、もしくはこの2月の2日につけた高値、これを上抜くことなく、ちょっとの上げでピークアウトして下落していくと、このように予想させていただきたいと思います。その背景にはですね、ナスタックとか、その他の指数と比べて、ですねこの SOXL は相対的に弱いというのが背景にあります。 その弱さというのもあり結局小反発してちょっとした上昇でそこがピークアウトとなり高値更新せずに落ちていくと、はい言った形になりますじゃあ一体ねどこまで上がる予想なのかということなんですけどはいこちらね線ご覧ください再現していただくんであれば3月13日の下髭とあと 4月の27日の下髭これ、冷やしでね、2点を結んでください。それと平行の線をですね、この青い線、これは3月の9日の上髭を起点として、このようにね、平行線を引いていただくと。その時にですね、まあ、この高値が見えてくるのかなと。まあ、それはね、別にあの根拠のあるもんじゃなくてですね、その他にも、一目均衡表で言うとですね、 まあこの私が引いた青いラインと雲の加減が重なるといったところでまあこんなところかなっていうねはいまあ目処に過ぎません ですので、まあ、あこの一目均衡表の4時間足の雲の加減ですね。このあたりを睨みながら、ここを上抜けたらまたシナリオが変わってくるんで、ここでテクニカル的に、値動き的にどんな反応をするのかなっていうね、そのリアクションをですね、まあ、ここ到達、近づいてきたら、まあ、見ていけばいいのかなというふうに思います。で私の予想としては、ここで跳ね返ってくるんじゃないかなっていうふうに思っていまして、その価格がですね、15.75ドルとなっております。SOXL は、 2月とか3月のこのね、18ドルとか、18. 何ドルというね、もっと高いのは18.39かなはいここまで上昇することはなく、ナスダックが13,600目指そうが、18. 何ドルという価格にも到達することはもはやなく、15.76ドル付近でピーク、5月のピークとなりそこから売られて下落していくと。 はい、そのように予想させていただきます。あくまで、ね、私の個人の見解です。SOX の、ね、こちらは、まあ、レバレッジの効いたない原子数ですね。こちらの方も同様で、同じような線の引き方すると、この平行の、ね、青いライン2本作り、でここからです、ね、現在価格の2994ドルからおよそ3.3%、まあ、ちょっとですね、3.25%上昇し、 えー、3,093ドル、まあ、3100弱ぐらいまで上昇の余地があるのかなと、うんまあ、3000、ちょっと、まあえー、高めに見て、3100ドルぐらい、はい、ですね。で、これに3かけると SOXL が10%ぐらいの上昇になるということなので、ここに書いてありますように、現在価格ね、SOXL14.26 ドルからおよそ10.79%の まあ上値上昇余地があるのかなというふうに個人の見解としては思っております。で、まあ、原資数は3100弱ぐらいですね。で、その時にですね、ナスダックね、ちょっと戻って見てみますと、ナスダックは私の予想としては、この後ね、もうちょいの上げ、1万3600数十ぐらいを上値の余地と見なしておりまして、現在価格から3.03%の上昇余地としています。 ね、SOXL3 倍のレバレッジかかっていますので、まあ、この後の、ね、10%の上昇余地というのは、まあ、そんなに大きく離れてないのかなというふうに思っております。 ですので、ナスダック100は高値更新をして3600ちょいプラスアルファを目指すさなかですね、SOXL はやっぱり相対的に弱いということで、高値更新せずに16ドルいかずに落ちていくという予想とさせていただきます。で、今度はベア ETF のね、ホルダーの方多いと思います。SOXS ですね。SOXL が10%強上がったときにね、SOXS はどこまで落ちるのという話なんですが、こちらもですね、市場 えっと最安値ですね、直近最安値の16.28ドル、これを下抜くことはないのかなというふうに思っていまして、LINE で表示しますと、このような形で値動きするんじゃないかなとはい 10.、10.79%落ちると、ですね18.2ドル、18.2ドルになるんじゃないかなというふうに思っておりまして、そこが5月のボトムで、安値を更新することなく、その後、反転上昇すると。 はい。言った形で、このあたりのジグザグの逆三存のようなね、こういうレンジをブレイク、上抜けして、その後は上昇に転じていくんじゃないかなっていうふうに考えております。はい。ですので結論。SOXL の価格はですね、この後上昇したとしても15.77とか15.78ドルあたり。SOX の原子数はですね、3100ドルいかないあたり。SOXS ベア ETF については18.2ドルというのが、まあ、最終的な到達の価格ではないかなというふうに思っております。 えー、あくまでね、何度も言いますが、個人の見解ですね。はい。個人の見解で、まあ、何かね、確固たる根拠があって、絶対こうなるとか、そういうわけじゃありませんので、えー、まあ、あの、参考にしていただくかどうかは、まあ、皆さん次第とはなるんですが、私と考え方ね、組み立て方が似ている方については、まあ、共感いただけてもいいかと思いますし、一目均衡表の四時間足なんかを睨みながらね、この雲の加減、 ね、触れた時にどうなるのかなって見ながらですね、トレードの判断なんかはね、されるのもまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。あくまで私はね、SOXL 持っていませんので、S も L も持っていません。ので、あくまでね、ナスダック専門という、まあそういう観点で、SOXL 見た時にこのように感じましたという話をさせていただきました。はい。長々とすいません。SOXL の、ね、予想については以上となります。ありがとうございました。